いかに自分たちがね下でサッカーができるか、まあ、前回はね非常にシオンとかウッチーとかがセカンドボールをね拾ってくれて二次攻撃も非常に良かったですし、そういうゲームができるような準備をしたいですし、しなければね終わってしまうと思うので、しっかり集中してやりたいなと思います。前にいたチームでもねホームスタジアムだったし、自分がここに来た時の初得点もねやっぱ一発だったので、非常にまあピッチも綺麗ですし、そういう意味では非常にいい印象ありますし、下でできる十分な環境だなと思います。自分が来てまだ1年目ですけど、どういうサポーターかっていうのはね、40試合も応援してもらっていると分かっているので、平がね点決めた後にサポーターのところ行きましたけど、ああいう姿勢っていうのはファンに感謝しているという姿勢だと思うので、もう一回ねああいうシチュエーションを作れるように選手はやるだけかなと思います。